東口改札口改札外からプラットホームを見下ろすホーム元住吉駅は神奈川県川崎市中原区木月一丁目にある東急電鉄の駅である線路名称上、当駅を通る路線は東横線のみであるが当駅前後の複々線を利用して東横線の列車と目黒線の列車の2系統が乗り入れており、それぞれ別路線として案内されている。 駅番号も個別に与えられており、東横線が t y 1 2目黒線が MG12 である。元住吉は地名ではない。島式ホーム2面6線の高架駅で、京城駅舎を持つ。外側2線は、東横線の特急、通勤特急、急行の通過線である。東横線では、長らく日吉駅において、 各駅停車と急行との緩急接続が行われていた。1980年代末において、日吉駅での大規模な改良工事の実施に伴い、退避線が使用できなくなった。このため、当該工事期間中に限り、各駅停車は当駅で急行の通過待ちを行っていた。この改良工事完成後は、日吉駅での緩急接続に戻され、 早朝の各駅停車渋谷業一本のみが当駅で休行の通過待ちを行っていた。しかし、目黒線延伸開業に先立ち、日吉駅の退避線を目黒線の線路に切り替えるための工事が実施されるため、2007年8月23日のダイヤ改正からは、日吉駅での速達列車の接続、通過待ちはすべて当たり駅での通過待ちに変更された。 駅舎や改札口のある改札街は渋谷寄りの3階で、改札街と出入り口の間は長いエスカレーターやエレベーターなどで連絡されている。ただし、階段とエレベーターは西口側に存在しているが、東口側にはない。出入り口は東口と西口の2箇所があり、踏切の脇に出る構造になっている。3階は開放的な造りのコンコースで植栽もされ、 飲食店などの店舗も営業し、改札前広場のガラス張りの壁から、開花の線路や列車を眺めることができる。改札内コンコースも広々と作られており、同じくガラス張りの壁からホームを見下ろせる。ホームは2階にあり、階段、エスカレーター、エレベーターで接続する。また、トイレは、旧駅舎時代、駅外に公衆トイレがあったことから校内には設置されていなかったが、 駅舎改築に際して改札内に新設され、ユニバーサルデザインの一環として、多機能トイレも併設された。線上には、ホームや線路に溜めた雨水が使われている。2012年2月から3月にかけて、西口で入り口前に6店舗が入居する、地域密着型の商業施設がオープンした。当駅は、環境に配慮した駅を謳っているのが、特徴に挙げられる。 ホーム及びコンコースの屋根部分に鉄道駅で最大級となる太陽光発電システムを導入しており、最大出力時に駅で使用する電力の約14%程度を賄えるという。また、改札内、外コンコースに液晶ディスプレイがそれぞれ1台設置され、発電量を表示するだけでなく、地域の既存ネットワークを活用した天気予報や、 企業広告などの表示も視野に入れている。なお、このディスプレイは、大井町線の各駅などに設置されている、東急お知らせモニターとは別物である。発電パネルには、田園都市線の南町田グランベリーパーク駅でも、実績のある10日型現在一体型パネルが採用され、従来型パネルのバックシートを10日型に変更することで、製品重量の増加を避けた。 液晶部のトップライトは耐火性が要求されるのでパネルの仮面に網入りガラスを取り付けた二重構造である。これは透過型で日中はセルの隙間から太陽光を透過させて照明負荷の軽減を図りつつシルエットで太陽光発電の存在を認め得る。夜間はモジュール裏面に貼り付けた乳白色フィルムに室内照明光が反射し内観は 間接照明風で昼夜で表情が異なる。パネル全体の透過率は約15%で夏場のホームの暑さ対策を行っている。発電出力はホームワイヤブで約1 0 0ットコンコース部で約4 0ットであり、駅全体の消費電力の15%を賄う計画である。この発電パネルは新エネルギー。 産業技術総合開発機構の太陽光発電、新技術フィールドテスト事業の建在一体型システムの共同研究として設置され、太陽光発電システム事業費の50%の助成を受けている。太陽電池モジュールは単位面積あたりの変換効率の高い、単結晶セルを強化ガラスと透過性のあるバックシートでラミネートした構造である。発電した。 直流電流を系統交流電力に変換するパワーコンディショナーは、プラットフォーム上下線を区分けして5 0ットを2台、コンコース用に4 0ット1台の構成で故障時に備えた。交流に変換した電力は、高圧一般配電線に系統連携され、液構内の多負荷設備に供給される。 この設備で年間約12万1 0 0 0ット、h の発電量が期待され、重量換算で約73トンのに、酸化炭素削減の効果がある。また、ホームや線路に降った雨水を、線路下の貯水タンクに貯めて浄水し、トイレの洗浄水として利用している。従来、駅構内トイレのように、水道使用量が多大で、 雨水利用による節水効果が高い施設での採用事例は少ない。本駅でのトイレ洗浄水量は1日約19リットル程度で、雨水利用による節水効果が高いとみられる。ホーム岩屋の雨水を雨水貯留タンクに貯水し、ろ過器でろ過した後、トイレ洗浄水として利用している。そのため、トイレ水使用量のうち25%を賄う計画となっている。 鉄道駅の場合、大容量雨水貯流タンクをどこに設置するかが問題になるが、本駅はホーム下に設置された。また、トイレ洗浄水系統の給水ポンプも地上階ではなくホーム外レベルに設置することにより、搬送動力削減も実現した。2006年9月23日まで当駅は地上駅であり、島式ホーム2面4線で、内側が本線、外側が 対比線であった。また、同日まで使用されていたホームは2台目であり、開業時から1963年頃までの初代のホームは、現行の高架駅とほぼ同じ位置にあったが、元住吉建区の拡張工事及びホーム有効長延伸工事に伴いホームを渋谷方に移動した。なお、ホームの数は、初代から現行の3台目まで同じである。また、出入り口は、 西口と東口の2カ所で、それぞれ踏切の東西の脇に出るようになっていた。これは、開業時から、ほぼ同一である。2006年9月23日までの地上駅時代は、東駅南側の元住吉県区に直接入庫、出庫が可能な構造であり、上下線双方から東駅が、始発。 終点となる列車が朝ラッシュ時や夜間に多数存在していた。さらに、当駅は特急、通勤特急、急行の通過駅であるが、県尺への出入庫を兼ねて、当駅が始発、終点となる急行が設定されていた。しかし、当駅が高架化されてからは、駅舎が200メートルほど、日吉より、すなわち元住吉県尺の直上へ移設されたため、 駅構内から、建築には直接入庫・出庫が不可能な構造になった。このため、隣の武蔵小杉及び日吉からの出入庫となる。武蔵小杉法は、目黒線の上下線路に接続されており、東横線の電車も武蔵小杉駅等駅間では、目黒線で出入庫改装する。武蔵小杉駅は渡り線などにより、全ホームから、建築の入出庫が可能である。 日吉方は東横線の下り線時のみに接続されており、横浜方面へ向かう電車の出庫のみに使われ、隣の日吉始発となる電車が多い。逆に、日吉駅からの入庫は、駅の構造上から不可能である。なお、かつて運行されていた東京メトロ日比谷線からの直通電車が、元住吉県社国で入庫する場合は全列車が、武蔵小杉駅発着となっていた。 前日の通り、地上駅時代は上下線双方から東駅発着の電車が多数存在していたが、東横線横浜方面からの武蔵小杉業は、列車本数の少ない終電間際の一部電車に限られており、逆に東横線渋谷方面からの武蔵小杉業は朝、ラッシュ時間帯後や夜間に多く設定されている。これは、横浜方面から入庫する場合、 武蔵小杉駅で方向転換かつ、目黒線上り線を横断し、下り線に転線して、検設に向かう必要があり、運行に支障を来しかねないためである。このことから、建区への入庫も兼ねた、東京メトロ03系、または東急線系による、菊名市初あたり駅止まりは高架化を機に消滅し、駅高価開港は、改装扱いで武蔵小杉駅に到着した後、 目黒線に転線した後に、検築に入庫するという運用方法が取られていた。ただし、降下化後も東横線の上下線双方の終電一本だけは、従来通り当たり駅止まりであり、到着後そのままホームで留置され、翌日午前5時発の東駅出発列車として運行する。2021年ダイヤ改正により、横浜方面からは、元住吉行きの後に、 菊名駅が新設されるなお、目黒線の当駅止まり、始発の列車はない。目黒線が延伸するまでは、東横線の各駅停車しか停車しない駅の中で、最も多かった。近年の1日平均乗降人員推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。本駅から2つの商店街に直結している。 西口からはブレーメン通り商店街、東口からはオズ通り商店街が伸び、駅前の踏切で結ばれている。元住吉建築の南にある、津波島街道と知って黒川道路との交差点である、木月四丁目交差点は、四つ角の四箇所に焼肉店があったため、通称、焼肉交差点と呼ばれることもある。なお、 この交差点の近くでは2006年9月24日に東横線と知って黒川道路の逆立体化工事が行われ、それまで東横線が地平、知って黒川道路が橋情であったのを東横線が高架、知って黒川道路が地平になるように切り替えられた。駅東口側の津波島街道沿いにある元住吉停留所に 川崎市交通局と川崎鶴見臨行バスが乗り入れるが、川崎鶴見臨行バスの乗り入れ本数は非常に少なく、さらに徒歩4分程度先の木月住吉停留所を案内している。また、津波島街道上にある元住吉駅入口停留所は、東急バスが運行するミッドナイトアロー、新横浜行の校舎専用停留所となっている。 2011年5月23日までは、駅、西口付近に、元住吉駅前停留所が存在したが、津島街道拡幅整備に伴う停留所の、使用休止を経て、この停留所を通る、バス路線の経路が、歩行者の安全を十分に確保できないことなどから2016年12月28日付で、復帰することなく廃止されている。元住吉停留所休止。 廃止直前のデータ元住吉駅前休止。廃止直前のデータかつてこの辺りは、羊群住吉村であったが、1925年に中原町に合併され、住吉の地名がなくなったことから、翌1926年の東京横浜電鉄、開業時にこの地に設置する駅の名称を、地元からの要望にて、元住吉と命名したことによる。 元の住吉村という意味である。元住吉という地名は開業前も現在も存在しない。なお、所在地の木月は住吉村となる前の木月村に由来する。川崎中間高速鉄道線は当初の計画では新百合ヶ丘駅から本駅までを結び、さらに川崎駅までを結ぶ予定だった。しかし、再算性を理由に2005年に川崎市が 本駅から武蔵小杉駅への接続に計画を変更している。さらに、同市は2006年4月1日をもって事業許可を取り下げている。2012年時点では事業認可の再取得に向けた動きなどがあるが、2005年以降は地元住民向け説明会などが途絶えたまま具体的な話は進まずにおり、結局2013年に事実上の計画断念を発表した。 ありがとうございます。